もうすぐ生徒ともお別れか。切ない仕事だよな、日本語教師って。じゃあなんで日本語教師やってんのよ。いや、なんでって。自分の教え子が世界中で頑張ってるんです。それが日本語教師のやりがいだと思います。何それ、卒業生から？ええ、ニュージーランドで日本人向けの観光ガイドの仕事をしてます。いつか遊びに来てほしいって。うん、なら一緒に行く？あ、いやいや、あの、変な意味じゃなくてね。あ、いや、あの、ご迷惑でなければ。いいでないの、いいでないの。今度はニュージーランドでキスしちゃう。てか、新婚旅行か。いや、ちょっとからかわないでください。そうだよ、まだおばあさんの許可も取ってないんだからね。え、卒業試験も近いのに余裕だな、おめえら。渋谷か。はい。このままだとおめえのクラス3人は不合格だぞ。え、3人も？あの、私のクラスは。ああ、このままの調子でいけば全員卒業だね。あ、はい。ねお前のクラスは1人だ。卒業できるのはジャックさん一人だけです。え、嘘。クラス全員卒業試験に合格できなかったら高校教師の夢は諦めるんだったよね。この際もう全員合格でくれよ。これいいわけねえだろ。うちの卒業証書はな、就職や進学に有利になる価値のあるものなんだよ。そんなクーポン券みたいにばらまけるか。教育ってそういうもんかな。ちょっと貸してみろ。次の空欄に正しい日本語を入れなさい。昨日の夕飯はやばいぐらい美味しかったです。とてもじゃなくてやばいくらい。避難訓練はパニクると危険です。6月の天気はうざいです。お前こういうこと書かせといてな。あ、教育はなんだって。あ、だってこれ日本語じゃん。バカ野郎、俗語やスラングは正しい日本語じゃないんだよ。反省しろ。なあなあなあ、ちょっとどの子、川にちゃん、ちょっとこっち向いてんの。いや、もう絶対ないな。マジうざい。ほな、わかった。2万でどう？2万、小遣い。どうせ金稼ぐために日本に来たやろ。なあ、バカにしないでよ。うざい、マジ。若者言葉か。はい、興奮学院です。え？在留資格は？ビザの種類は？答えなさいよ。金ね。お電話いただいたあの日本語学校の教師ですが、あのうちの生徒が人を殴ったって。あいつエロ親父、被害者はこっちよ。ならなんであんな場所に一人でいたんだ。いや、あの、彼女を補導した場所には許可なく水商売や風俗で働く外国人が大勢いるんですよ。不法滞在者も含めてね。私セレブ、父の会社3000人いる大企業。そうですよ、うちの子に限ってね。だいたいこんな高飛車な子が接客業なんてできると思いますか。高飛車。キンレ、大丈夫？怪我とかしてない？メール見て驚いたよ。キンレ、私彼氏とデッドの待ち合わせしてたの。知り合い？ただの日本語教師。いや、ただのってもういいでしょ。おお、柴田さん、行きましょう。ちょっと、消えんね。ちょっと、ここに耳元引き受け人のサインを。ああ、もうなんなのよ。人のこと呼び出しといて。
この番組はデザイニングザフューチャー KDDI の提供でお送りします。もう慌てて駆けつけたら男とデートだよ。でも何事もなくてよかったじゃありませんか。まあそうだけどさ。卒業試験まであと1週間しかねえぞ。わかってるわよ。ね、キンデ、マリー、ルカ、はい、はい、今日から毎日放課後も授業やるからね。夜はバイトがあるんだよ。そうだよ。バイトと卒業どっちが大事なの？あれ、パニクロが罰になってるよ。やばいも罰になってる。これ正解でしょ。それはね、今日彼氏と約束あるのに補習うざい。うざいじゃなくて正解は鬱陶しいです。でもうざいってよく言うじゃない。言うけどさ、さっきのやばいとかパニクルとかうざいは全て若者言葉って言って俗語、つまりスラングだから、もう答えとして間違ってんのよね。若者が作った新しい言葉ですか。そう。でも新しい言葉だからって言って由来はあんのよ。幽霊由来、元になった言葉ね。王が書いたパニクルは英語のパニックから来てんの。あとうざいはうざったいという方言から来てんのよ。方言？地方の言葉でしょ。そう。虫とかがうじゃうじゃいる様子を東京の八王子の方ではうざったいっていうの。それが全国に広まって省略されてうざいになったみたい。じゃあやばいは？やばいの由来にはいろんな説があるんだけど、江戸時代のアトラクションに射的場があってね、それをやばって呼んでたの。でもここでは裏で違法な風俗店をやってたらしくて。ちょいとお兄さん、寄ってかない？かわいいね、食べたいね。行こう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 。ちょ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 、よせよ。ここはお役人が目つけてんだってよ。じゃあ下手に合わせたらヤバだけに。やばいよ。つまり危険な場所っていう意味でヤバいって言葉が生まれたみたい。危険な場所？金麗、デートはいいけどヤバいバイトはしないでよ。春子、お家族は間違いなの？それはね、基本的に「お」は訓読みの言葉につけて「ご」は音読みの言葉につけんの。例えば同じ子供でも「ご子息」と「お子さん」って読むでしょ。お子さんの方が優しく聞こえて好きですね。それはね、「お」がつく言葉は女性が作ったからなの。女房言葉っていうのよ。女房言葉？室町時代に宮中で働いてた女の人が使った言葉でね。例えばおならを一文字でへっていうの知ってる？へだってよ。でもそれじゃあ下品だから、音を鳴らす、鳴らすにをつけておならって言葉を作ったのよ。へー、ごめんなさい。他にも体の真ん中の中におをつけてお腹、握り飯におをつけておにぎりって呼ぶようになったのよ。じゃあ他におがつく言葉知ってる人？ニーズはお冷やよ。お冷やって？あとおしぼり、おビール。おビールなんて言葉あんたどこで覚えてきたのよ。え、まさかマジで水商売とかやってないでしょうね。はるこも疑うの？超うざい。補習授業あと1週間しかないしさ、ここがほら正念場でしょ。一人でも多く卒業証書もらってほしいですしね。まあみんな日本に夢を叶えるために来たんですから。夢を叶えるため。はるこ、お夜なんですが。ああいい、ジャックは補習出なくていいから。あ、そうではなくて、実は
先日仕事の帰りに金蓮さんを見かけました。金蓮を？どこで？あの補習授業は？ジャックの話が本当だったらマジやばいじゃん。いやでも私渋谷先生に食事に誘われて。いました。いらっしゃいませ。社長さんサービスしますよ。いいいい、行こう行こう。また金蓮、あんた補習サボって何やってんのよ。彼氏の手伝いよ。はあ、水商売は禁止でしょうが呼び込みはセーフよ。ガツンと言ったらまあガツンと。呼び込みだろうが水商売に関することは一切禁止されてるんです。逮捕されたら強制送還ですよ。でも彼氏がセーフだって。金玲さんの恋人が。あんたもう留学生なら今すぐやめなさい。ジェニーは日本語得意じゃないのよ。Oh, this is Haruko. She's a teacher at our Japanese school. 金で早く着替えなさい。だってお金貯めて彼氏とレストランやるのよ。レストラン？あんたセレブなんじゃないの？バイトなんかしなくていいでしょ。けど。あれ。私たち結婚するの。結婚？ええ、まあ。どうしたの？呼び込みもアウトなんだって。今すぐバイトを辞めさせてください。留学生は呼び込みも禁止されてるんですよ。そうだったんですか。すいません、知らなくて。キレ、すぐ着替えてきて。わかった。やる気あんのかお前は。教師が補習すっぽかすなんてこれ前代未聞ですよ。なら金玲が逮捕されて強制送還されてもいいっていうの。授業だけが教師の仕事じゃないんです。へっ、いっちゃ前に。でそのバイトを紹介したって男、信用できるやつなのか。温厚そうないい人よ。ねえ、呼び込み禁止だって知らなかったみたいですね。本当にそうなんですかね。え？いや、柴田さんは知らなかったって言ってましたけど、一方で金玲さんにはセーフだって言ってたんですよね。それは禁止だって知ってたって言いたいのか？いや、そこまでは。結婚おめでとう。は、アルコ、昨日補習授業バクれただろう。ごめんごめんごめん。今日の放課後はちゃんとやるからみんな出てよ。私、渋田さん手伝うから補習出ない。はあ？あんた何言ってんのよ。はっきり言ってね、このままだと卒業証書もらえないからね。いいわよ、どうせ結婚するんだから。それ、よくないよ。みんなで卒業しようよ。そうですよ、卒業まで1週間もないんですよ。でも彼氏に仕事頼まれたし。また仕事？卒業まで待ってもらえばいいんじゃね。ねえ、そうそうだよ、みんな一緒に卒業しようよ。でもねえ金玲、あの人さ本当に信用できる人なの？また水商売とかやらされるんじゃないの？柴田さんそんな人じゃない。私は金玲を心配して言ってんの。うっそ、私卒業試験合格しないと春子高校教師になれないからじゃないの。自分のためじゃないの。日本人外国人に冷たいのよ。だから全員で卒業するなんてみんな春子に騙されてるだけだよ。金玲、いい加減にしなさいよ。何が冷たいのよ。だってそうじゃない。なんで歩いてるだけで警察疑うの？なんで悪いことしてるって決めつけるの？みんなも日本来てそう思ったでしょ。私が心配なんて偉そうに言わないで。そうだよ、自分の夢を叶えるために言ってんの。春子、それが本音かよ。
みんなも同じでしょ。自分の夢を叶えるために日本に来たんじゃないの。そのために学校に通ってるんじゃないの。日本でうどん屋さんやりたいとか、漁師になりたいとか、演歌歌手になりたいとか、そりゃみんなにとって日本は外国だし、不安や不満もいっぱいあると思う。だけどそれを乗り越えるために勉強してるんじゃないの。金麗だってもともと何か夢があって日本に来たんでしょ。私の夢、柴田さんと結婚してレストランやること。それでも日本語は必要でしょ。卒業試験に合格して胸を張って日本で働いてほしいのよ。全員揃って卒業してほしいの。みんなの夢のためにね。金麗、結婚してレストランやるんだってな。タレントになる夢諦めたのかな。タレント、うん、日本でタレントになって親孝行するのがあいつの夢なんだよ。いやいや、親孝行って、金麗の家は従業員3000人の大企業なんでしょ。何言ってんだよお前。従業員30人の紡績工場だよ。30人、うん、卒業するまではお前が親の代わりだ。金麗のことしっかり見てやるよ。いや、授業するだけが教師だとは思ってねえよ。名前は金麗、中国人22歳。いえ、まだ風俗だとは言ってません。大丈夫ですよ、俺に惚れてますから。後で連れて行きます。錦糸町のウサギですね。ジェニー、金麗、新しいバイト先見つかったよ。でも夜は補習授業があって。学校なんて席置いていけばいいんだろ。それよりマッサージのバイトなんだけどさ、経験がなくてもできるんだよ。はい、補習授業始めるよ。あれ、あ、金麗と一緒にいた。んてか金麗は。Please help her. Shibata's lying. She's gonna work for Fuzoku. なんて言ってた。金麗さんは柴田に騙されていて、風俗店で働かされるって言ってます。風俗で働かされるって、ちょっとそれ警察に連絡した。そんなことしたら金麗が疑われるよ。お店の場所は分かる。 Do you know where the nightclub is? マサイジ錦糸町。行こうぜ。探しに行こうよ。ちょ待って、あんたたちがトラブルに巻き込まれたら卒業できなくなっちゃうのよ。とりあえず私が行ってくるからここで待ってて。お店の名前は？ What's the name of the nightclub? うさみ？うなぎ？うなぎ？一人で探すのは無理じゃありませんか、春子。金麗は俺たちのクラスメイトだよ。そうだよ。行きましょうよ。みんなで一緒に助けに行こうよ。行った方がいいよ。どうでした？ダメ、二人ともいない。こっちもダメ、うなぎもうさみもねえよ。多分、うから始まる3文字の店見つけたら、私の携帯にすぐ電話して。いい？トラブルだけは絶対に避けてよ。はい、はい、学校卒業したいな。それだけ日本語が喋れたら十分だよ。まだ知らないことたくさんあるの。あ、ねえ、うざいの由来は方言だって知ってた？いる？いないよ。次行こう。はい、そうですね。何もねえじゃないか、もう。どんどん飲むよ。
マジはね、もともと真面目の意味だったのよ。そう、日本語難しいけど面白いし、もっと勉強したいな。いた？ノー！次急ごう。ここ普通のマッサージ。そうだよ、ちょっと待ってて。あの人さ、本当に信用できる人なの？私は金麗を心配して言ってんの。金麗、はい、こっち来て。初めてでも全然大丈夫だから。どうしたの？怖がらなくてもいいよ。やばいの言葉の由来知ってる？また日本語。江戸時代に射的場があって、それをやばって読んでたの。けどそこは風俗店やってて、危険な場所っていう意味でやばいっていう言葉が生まれた。俺と結婚したいんだろ？だったら協力してくれよ。金がいるんだよ。私帰る。嘘つき離して。キンレ、ハルコ、お前何やってんのよ。金麗は私の生徒よ。てか、あんたみたいな男がいるからね、日本人のイメージが悪くなるのよ。何やってんだこら。どうしたんだ、こっち見ろ。なんだよお前。ほら、お前どうしたよ、こっち見ろ。お前もここに働けよ。おい、ハルコ。だからおとなしく補習授業受けとけばよかったのよ。違う、私補習授業出たいって言いに来た。え？私もみんなと卒業したい。金麗。なのに。もういいって。金麗の夢はレストランやることじゃないでしょ。本当の夢はタレントになることでしょ。あんたもう何見え張ってんのよ。そんなのがセレブなの？私可愛いから日本にいたらすぐスカウトされると思ってた。でも私より可愛い子うざいくらい言った。オーディション何回受けても落とされた。もう中国帰りたいって思った時、アルバイトしてた喫茶店にあの人来た。それで知り合ったの？悩み聞いてくれた。
すっごく優しかった。あの人に会って新しい夢ができたと思ったのに。もうで私にすぐ相談しないのよ。泣かないの。それも私のこと好きじゃないかもしれないけどさ。ハルコまだ学校に来る前だったから。ありがとう先生。もしもし、ジャック、キール見つかった。あ、今ちょっと状況的にやばいから一旦切るよ。とりあえずみんなに無事だってこと報告して。 OK、 じゃあね。ほら、みんなもこうやって心配して探しに来てくれてたんだよ。指切り、みんなと一緒に学校卒業しよう。指切り、あたしと金蓮の約束。お前ら逃げられると思ってんのかよ。逃げなさい。バカな日本語教師のくせしやがったぶっ殺すぞこの野郎。あんたなんかに私の嫁あげないわよ。さっさと歩け、さっさと歩け。俺だ、ひなた、おい、連行しろ。はい。私違う。ちょっと待ってください。その子関係ないんですって。私悪いことしてないよ。おとなしくしろ。この店で働いてんだろ。なんで信じてくれないの。私が外国人だから。静かにしろ。日本人外国人に冷たいの。なんで歩いてるだけで警察疑うの。なんで悪いことを知ってるって決めつけるの。静かにしろ。おい、ほら歩けよ、歩けよ。私の生徒に触らないでよ。君、やめなさい。危ない。やめなさい。ホーム執行部で倒せるぞ。邪魔しないでよ。おい、日本語教師辞めます。みんなのことよろしくお願いします。生徒たちへの思いはもうなくなったの。みんなお前と一緒に卒業したがってんだよ。あれ、こ帰ってくねえのかよ。私の生徒になってくれて本当にありがとう。